はい、皆さんこんにちは、橋本でございます。お待たせいたしました。本日はですね、こちらのカバーマークフローレスフィットとマーシュフィールドのクリーミータッチファンデーション、この2つの違いをレビューしていきたいと思います。それと、シミ、乾板、ニキビ跡、そういったもののカバーの仕方と隠し方のコツをお伝えしていきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。ではどうぞ。はい、まずはこの2つのファンデーションの違い説明していきたいと思います。はい、こちらね、まずはい、カバーマークのフローレスフィット、このお色はですね FR の40というお色を選びました。全10色あって暗めの色です。お色のことちょっと後で説明しますね。で、こちら SPF35 の PA3+ で、この中身だけ、これリフィルが5500円、そしてこのケースが2200円で、スポンジが、ごめんなさい、ちょっとこれついてるこっち、スポンジが550円で販売してます。で、今回ね、橋本、色のチャートがこんな感じなんですけれども、一番下のね、赤みと黄みの中間の一番下の色を選んでるんですね。ちょっと暗いかもしれません。ただこの上の2色が、ぶっちゃけちょっとグレーっぽく出ます。そうだから、色選びはちょっと慎重にされた方がいいかなと思います。なんかね、パンフレットに書いてたんですけれども、黄色みが強いのが、明るく見える場合があったりとかするんですよ。そうなんですよ。なので、しっかりお顔とかにもつけて、手とかにもね、もしつけれる環境があったらつけてチェックした方がいいかなと思います。はい、続きまして、こちらマーシュフィールドの、こんな感じね、クリーミータッチファンデーション、これは31番っていう色ですね。さっきちょっとこう試し塗りしました。あとです、これ。で、全7色の大体ね、中間ぐらいの色です、これ。はい。SPF47 の PA3+ あります。で、これはこのレフィルとこのスポンジがセットになって3080円。はい。で、このケースだけが1100円で販売してます。じゃあそれぞれちょっと手につけてみたいと思いますね。マーシュフィールドの方はおそらくなんですけど、サンプルに私取り寄せて全部チェックしたんですよ、色。そしたらそんなにね、そこまでグレーっぽく出る、くすむような青みの強いベージュはなかったです。はい、もう両方とも滑らかなのは言うまでもないんですけど、すごい似てます、テクスチャーは。こちらがカバーマーク、こちらがマーシュフィールド。つけた感じ大差ないです。もちろんウォータープルーフなので、はい、こんな感じね、両方とももうパチパチに弾きます。はい、で押さえた感じは、この色ついてる、この濃い方がカバーマークなんですよ。だからね、しっとり潤うのはカバーマークの方かもしれないです。これだけその取れちゃうっていうのは、でフィット力が高いのがマーシュフィールドだと思います。じゃあ肌タイプ別で分けてみると、乾燥肌の方はもしかしたらカバーマークの方がいいかもしれません。はい、オイリーの方はマーシュフィールドの方がいいかもしれません。はい、ちょっとね、つけてみますね。はい、ここでね、大事になってくるのが下地なんですよ。紫外線をしっかりカットしたいのか、保湿したいのか、崩したくないのか。はい、これしっかり選択してください。で、橋本おすすめは、ツヤを出したいのであれば、マキアージュかエスポワ。はい、自然にトーンアップしたいなら、こちら。で、いやいやいや、もう毛穴隠してマットにしたい、とにかくマットにしたいっていう方はこちら。はい、
これね、私最近気に入って使ってる下地なんで、はい、でもこれはね、前からおすすめしてると思うんですけど、おマキアージュとエスポワ、はい、これ全部プチプラなんで、ぜひ使ってみてください。今日はそしたらね、どうしようかな、フローレスフィットの方がな、色がちょっとな、暗めなんですよ。そう、そういうのもちょっと考えて、で結構しっとり潤うから、このベルベットな膜を貼るような感じで少しトーンアップする、これをこっちに塗りたいと思います。これね、ほんまにね、自然にトーンアップするんですよ。真っ白とかにならなくて、ほんまに動画じゃ分かりにくいかな、分かる？でギランギランなツヤにならないんですね。はい、そしてこっち側はマーシュフィールド、結構ねかなりフィット力高かったんで、ツヤが欲しいんですよ、ツヤと潤いが、うん、なのでこのマキアージュにします。立体効果もある、カバー力の高いファンデーションってね、ペタンってなりやすいんですよ、見た目が。塗ってます感出したくないじゃないですか。だからそういう意味もあって、この立体効果のあるマキアージュとツヤ、全然違いますね。 T-FIT のトーンアップ感すごいナチュラル、うん、よし、ではいきますね、こっちから。で塗り方、このスポンジ使ってもいいんですけど、これだとね結構ね力入ってべったりつく可能性があるんですよ。なので橋本のおすすめは筆、うん、どうしよう、一回筆でいきましょうかね。軽く取ります、こうやって軽く取って、いきますよ。これちょっとずつね、少量足していくんですよ、筆で。そしたら、見てください、すごい自然に仕上がるんですよ。ここにあったシミもね、だいぶカバーできてると思うんですよ。みんな厚ぼったくなって崩れやすいっていうのは、もう量ちょっと多いかもしれないんですね。普段はじもちゃんね、実験でいっぱい塗るけど、こうやってふわってつけるとこんな感じ。例えばここのシミね、まだここにおるでしょ。これを同じ色でね、違う色だったら上から足さない方がいいんですよ。あ、ここ塗りよったなってわかるから。でもこの同じ色をトントンとして、時計が見える、トントンで、どうぞ、はい、トントントンと取って、気になる濃いシミとかあるでしょ、そこに足すね。ほら、で橋本ちゃんのこのクマ、ここはね、本当はこのままいかない方がいいんですよ。ちょっとだけオイルとか足した方がいいけど、ちょっと色がどれだけ、クマがどれだけ隠れるか見てほしいんですけど、わかります？じゃあ次マーシュフィールドいきますよ。マーシュフィールドは専用の筆があるので、これを使いたいと思います。斜めになってるのでね、使いやすい。これもこう薄く取って、斜め下に向けて、こうじゃなくて、うん、やっぱりねこっちの方が固めですね、フローレスフィットに比べると。
うーん、もう一個暗い色の方が良かったな私。暗い色ね、品切れしてたんですよ。だから一個明るい色にしたんよね。まあでも、うん、全然ブラシでつけたら全然いいですね。全然悪くないですけど。で、お粉をね、そんなに強力につけなくていいと思うんです、私は。で、お餅のお粉、崩れにくいお粉、ウォータープルーフのお粉とかあればそれでもいいし、私的にはリフコで十分こうふわっとつけるだけでいいかなとは思います。ここでね、あのパウダーをねがっつりつけちゃうとより安くなると思いますね。あの崩れた時もちょっと汚いし、ここはねパウダーふわっとでいいと思います。もう今さらっとしてるんで、え、私も全然なんかもっとがベッターってつくかなと思ってました。全然いいやん、うん、私の肌色でこのマーシュの31番は今少なく塗ったからいいんですけど、ちょっとやっぱ白いです。32かな私がいいような気する。つなぎでやってで次ね、シミの隠し方いきます。シミの隠し方はちょっとあえてここのシミを出します。取って、はい、そしたらねここのあのシミ、この2つのシミカバーしていきますよ。ちょっと皆様、途中ですが、私先ほど事務所に一旦戻ってまして、面接やら何やらかんやらしておりまして戻ってきました。で今2時36分でございます。はい、ちょっとテカッとしてますけど、これね見てください。何にも崩れてないです。こっちも、私今ねめっちゃ汗かいてます。ここわかるかな、ここね汗かいてるんですね。で今日結構あの歩き回ったんですよ。そうなんです。でマスクしてたし蒸れてます。今ちょっと暑いんです。このテカリ見たらわかるんですけど、でもねめっちゃいい感じで今うっとりしてます。うっとり、しっとり、ツヤツヤです。うん、話戻そうか。外出するからここを埋めたんですけど、もう一回取ってポイントのシミ隠しやっていきたいと思います。はい、そしたら部分的なここのシミ、乾板、私はねそんなにまだ乾板はないんですけど、薄いシミがもういっぱいあります。で左右対称のここのシミがあるので、このカバーの仕方言っていきます。色がこのフローレスフィットの方が合ってるので、今からの動画に関してはフローレスフィットを両方とも使っていきますね。はい、ベースはこちら塗ってます。マキアージュのドラマティックフォルミンググローベース、はい、両方につけてます。でまず薄くブラシで薄く塗っていきます。このブラシは多分なんですけど、あのセフィーヌの渡辺直美ちゃんが、渡辺直美ちゃんがね、あの使ってるセフィーヌのファンデーションを買った時についてきた付録かなんかなんですけど、とにかくセフィーヌのブラシです。はい、で両方にこのシミのところも薄く塗布していきます。これで正直ね少しはカバーできるんですけど、まだここにあるでしょう。これがですね、はい、こういう橋もちゃん得意な赤を使います。
このキャンメイクのこの CL01、 これそのまま使ってもらっていいんですけど、赤い口紅とかがあれば、こういうねちょっと茶色っぽいような血色に近いような赤、何でもいいです。青みがかってない方がいいです。の赤を出していただいて、でこれはちなみにマックの口紅なんですけれども、これ限定品やね多分、ごめん、マックのチリっていう名前のリップです。こんな赤がいい、うん、しっかりつく。ティントじゃない方がいいよ、ティントやとここ真っ赤になるので。でこのねシミのとこに、わかるかな、薄くつけね、なじます、つける、なじます。他に気になるところがあれば、この辺とか、あ、赤かった、あ、すいません、これで一回ちょっと、あ、ここにもあるな、結構あるんよな、シミ痛い、ここまで、この辺も黒いねな、なんか大人女子でなければね、あの例えばちょっとオレンジ味の強いこういうコンシーラー、こういう色とか、あとねシミの色に近い色って言ったらおかしいんですけど、こういうちょっとくすんだようなベージュみたいな色ね、こういう色をまずねのせるんですよ。そして上からファンデーション重ねるっていうのが一般的なカバーの仕方なんです。でも大人女子のシミ、乾パンはどうですか皆さん。色濃いですよね。そして薄いグレーとかで、わーっと広がってる場合ありますよね。なので、赤使います。もう橋本ちゃんといえば赤。はい。そしてね、この上からいっぱい。もうこれでちょっとね、乾いてると思うので、ちょっと乾かしてほしい。もしくは一回ティッシュオフとか、指でキュッと押さえるとか。油分を取ってほしいのね。そしてトントンしますね。筆に軽く取って上からトントンします。どう？聞いてない？ほら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 、でこの上からふわ、あのしっかりベーキングする必要ないですよ皆さん。ふわっと、さっきも登場しましたけど、こういうリフコとか本当にあの薄くつく、さらっとつくお粉で、こうふわっとふわっとかわします。すごくない？これ年とともにシミ、乾パン濃くなってきます。そんなあのコンシーラーのベージュとか追いつかへん、ね、追いつかへん。だから赤、もしくは赤に近いオレンジとかを使ってみてください。コツは一回のせたらぬるっとした状態で上からファンデーションはつけない。完全に色が定着して油分もなくなってから、なので指で一回オフするか、ティッシュで軽く押さえるかしてください。そしてその上から同じファンデーション、同じ色の同じファンデーションをのせてください。そしたらお粉をのせた時に、あ、ここだけ上からつけたなってバレないんですよ。ほんまに消えてない？ほんまに消えてるよね。うん、こうやって現場でもカバーしております。あの正直ね、肌色のコンシーラーだけじゃ無理なんです。量を多くのせるかコッテコテにするしかなくって、でも薄くまずファンデーションのせる、そして赤つける、はい、で抑える、で上から
トントンして乗せていきますよ。こうギュッギュッギュッてすると消えるので、トントンしてミルフィーユします。そしたら乗せたとこ、カバーしたとこがバレない。だいたいみんなね、ファンデーション塗ってからコンシーラーしてお粉とかするじゃないですか。で、ファンデーション塗ってコンシーラーつけたら、その周りぼかしたりするから、せっかく乗せたのに周りをぼかしてるつもりが結局中心もぼかしてるみたいな。それでまた浮き出てくるんですよ。なので皆さん、赤、しかも赤は青みじゃない赤ね、はい、そしてしっかりつくマットタイプの方がいいです。こういうマットタイプ、はい、これで試してみてください。でとにかくこのカバーファンデーションっていうのは、あの本当にね、しっかりとってこってりつけるっていうのではなくて、ちょっと時間かかって面倒くさいですけど、今みたいに薄くつけてポイントカバーしてパッティングしながら蓋をする。そして薄いお粉、きめ細かいパウダーで仕上げる。これが一番いいと思います。はい、よかったら皆さん参考にしてみてください。途中ね、多分もう聞こえてくるね、みんなの声がうんって聞こえてくるね。一回これでやってみてください。で、この仕上がりを維持するには、日々のスキンケアでしっかり肌の奥から保湿しておく方が、この綺麗さは持続します。はい、なのでスキンケア怠らないように頑張ってね。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。